日本輿論の会代表、そして頑張れ日本全国行動委員会常任幹事の三輪和夫さんでした。三輪さんももう何十年日本と台湾のこの友好親善、それだけではなく本当に日本と台湾が運命共同体である。皆さんちょっと考えてみてください。今日もまた、そして先週も先月も先々月も、私たちの国の尖閣諸島に中国の公船と称する武装巡視船が侵入を繰り返しております。そしてついこの間、津軽海峡のその日本領海の中に中国の観測船、軍事観測船ですね、測量船、これが侵入を1時間半ほどしました。無害通行だからいいだろう、こういう形で着々と直接的な日本への侵略行為が始まっております。そして皆さん、中国のあの世界中に最も広げられたネットワーク、映像ネットワーク CCTV 中国中央電視台という、この日本支局の場所は一体どこにあるかご存知でしょうか。 NHK 放送センターのビルの中にあるわけであります。皆さんご存知でしたでしょうか。こういう形で中国共産党のこのもうこれは CCTV というのは、中国中央電視台というのはもう当たり前のことのように、これは謀略宣伝国営組織である、これは中国の本土の皆さんも世界中の皆さんが知っている。そして NHK の人々は、 NHK の一部の人間、まあでもほとんどと言ってもいいけれども、 NHK は全て国民が見られない国会中継、国会審議の全てのテープを彼らに手渡しています。尖閣の映像も NHK が撮影したものを CCTV に渡して、中国の国民の皆さんはその NHK の尖閣映像を自国の領土領海の映像として流している。皆さん、普通の皆さんは NHK が公平で中立な放送局だと思ってるかもしれないが、実は全然違うという、このことを皆さんご存知ない方が多いと思います。こういう形で単に武力的な侵攻、侵略、こういうものだけではありません。例えばここも浅草もロックやさまざまな繁華街がございます。皆さん、この間つい先日私は札幌に行ってまいりました。札幌で地方議員の皆さんと話し合いました。何を聞いたか、あの皆さんもご存知のすすきのという歓楽街があります。北海道最大の歓楽街、こういうところがあると、このすすきのが実は日本のヤクザの皆さんが叩き出されて、中国マフィアがもうすでに支配するようになっている。日本のヤクザはみんな叩き出されて、すすきのは今や中国マフィアが支配するようになっている。もう本当に日本はダメになるかわからない、知らないうちにこういうことが起きている。こんな状態の中で私たちは、中国からおいでになる観光客の皆さんは本当にウェルカムです。よくおいでいただきました。日本のいいとこ見てください。日本の親切で人情の厚い、そういう国であることを見てってください。日本が軍国主義や、それから野蛮で、そして残酷な民族ではないこと、こういうことを見ていただこう。浅草に来てもらえば、中国の皆さんも人情が厚い、そして真面目によく働く国民なんだな、これがお分かりいただけると思います。人情が厚いということ、見知らぬ人にも親切にしてあげる、こういうことを
気づいていただけると思います。しかし残念ながらあの中国共産党政府、これは70年間建国以来一度たりともまともな選挙をやったことがない、政権交代もない、民主主義の国家ではない。そしてあのノーベル平和賞を受け取りました劉暁波さん、死にそうになってから釈放された。世界で最も平和を望む、平和のために働いた劉暁波さんという文化人、中国人文化人の方が死にそうになってやっと釈放されて病院に担ぎ込まれた。そしてつい一昨日ですか、肝臓がんで亡くなられたということであります。本当に肝臓がんだったんでしょうか。外国へご遺体を持ち出すことも許されない、こういう国が台湾に対して、あるいは日本に対して圧力をかけて、中国領台北という名称でなければ台湾を東京オリンピックに出させない、こんな理不尽なことをやっているわけであります。悲しいことです。こんなことを許しちゃっていいんでしょうか。あの東日本大震災で世界で最も多く、そして早く、温かい、私たちが一番苦しんでいる時、真っ先に手を差し伸べてくれたのが台湾でした。こういう台湾の人たちが苦しんでいる時、私たちは知らんふりするんでしょうか。あんたらは中国に中国領台北という名で東京オリンピック出ればいいじゃないか、こんな冷たい態度で私たちは台湾の選手団を迎えるんでしょうか。いけないじゃないですか。こんな冷たい国民じゃないでしょ、私たち日本人は。特に浅草の皆さん、義理と人情に熱い皆さんです。右とか左のイデオロギーじゃありません。正しいことは正しいんだ、間違ったことはないけれど、これが江戸っ子の心意気じゃないでしょうか。東京オリンピック、江戸時代から数えたらなぜになるんでしょうか。東京で行われるこういうオリンピックは文字通りスポーツと平和の、そして自由の祭典にしなければなりません。私たちの日本人の性根が試されるんではないでしょうか。日本人の人情が試されるんじゃないでしょうか。苦しんでる台湾の人に知らずにするような、そんな情けねえ冷酷な日本人じゃありません。私たちはそういうことを皆さんにお願いしているわけであります。どうか一人一人がもうイデオロギーじゃありません、正しいことを正しいという日本人でありたいと思います。私たちは、そしてあの元気で本当に明るい笑顔を持った台湾の青年たちが笑顔でオリンピックスタジアムの名標の手を振りながら台湾というプラカードをどんどんと掲げて行進する、そういう自由と平和とスポーツの祭典に文字通り東京オリンピックをしていこうじゃありませんか。私たちにはそれができます。私たちの日本人にはそういう勇気があります。正義を求める心もあります。そして理不尽な暴力や圧力に屈しない、そういう底根性も日本人は持っております。弱虫ではありません。私たちはそういう日本人でございます。どうか皆さん一人一人1分あれば署名できます。ぜひ立ち寄っていただいて、台湾の友人のため、いやこれは日本のためでございます。日本の道義、高い道義心を示すためにもぜひ署名をお願い申し上げます。こちらは草の根国民運動組織2020年東京オリンピック台湾声明推進会協議会でございます。どうもありがとうございました。ぜひ皆さん、今から一緒に参加していただいた
ボランティアの皆さんの声も皆さんに聞いていただこう、こういうことでマイクを下の今署名活動をやっていただいている皆さんに回しますので、ぜひ聞いてあげていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと格好つけて言いたいんですけど、日本は今こそ人権外交というものを展開すべきじゃないですか。劉暁波さんがあのような形で亡くなられましたけども、欧米はもう全く手も足も出ないでしょう。今こそ日本は台湾を台湾人の人権のために頑張りましょう。署名活動よろしくね、はい、ご協力お願いいたします。皆さん、台湾は台湾です。決してチャイニーズ台北ではありません。ところが台湾人選手団の人たちが頑張れば頑張るほど、例えば上位入賞すればするほど、このチャイニーズ台北という間違った名前で世界に宣伝されてしまうわけであります。こんなに悔しくて情けないことはないと思います。私たち日本人は絶対にこの台湾という名称を正しくオリンピックで呼んで、この中国の謀略宣伝にも反対をして、台湾人の人たちと一緒に笑顔でオリンピックを迎えたいと思っております。どうか署名にご協力ください。よろしくお願いします。私は台湾が大好きです。ぜひとも台湾が台湾として東京オリンピックに参加できるように皆さんよろしくお願いします。皆さん、台湾の選手は現在国際的なスポーツ大会にで台湾という名前で出場はできません。台湾という名前ではなくてチャイニーズ台北といういかがわしい名前、中国領台北といういかがわしい名前でしか台湾の選手は出場できません。しかし私たち日本人はそういう名前を黙ってやすやすと東京オリンピックで台湾の選手に押し付けることはできません。私たち日本人が日本で開く東京オリンピックにはぜひとも台湾の選手は台湾という正しい名前で出場してもらおうではありませんか。そのためには皆さん一人一人のお一人一人の署名が必要です。皆さんお一人一人のご協力が必要です。皆さんお一人一人の署名によって台湾の選手は東京オリンピックで台湾という正式な名前で出場することができます。私たちは台湾の選手に台湾という正式な名前で出場してもらおうではありませんか。どうか皆さんのご協力をお願いします。私たちは台湾が2020年の東京オリンピックでチャイニーズ台北という名前ではなく台湾という声明で主張してもらうために署名活動を行っております。ぜひご協力をお願いいたします。
例えば東京都へ提出する台湾声明のための請願署名をこの場を借りて行っております。この署名活動は来る2020年のオリンピックに台湾チームを台湾の名前で迎えるための署名運動です。皆さんからいただいた署名はこれをそのまま東京 都議会の方に提出して来るべきオリンピックで台湾チームを台湾の名前で迎えたい、その思いで署名運動を行っております。チャイニーズ台北という名前、この名前でしか台湾のチームは現在国際大会に出場を許されておりません。つい先日バレーボールの試合をテレビで BS でやっておりましたが、もちろんこの試合でも、チャイニーズ台北です。台湾という名前で、彼らは、彼女たちは、出場を許されていないんです。これは、IOC をに、影響力を及ぼす中国の政治的な宣伝、その政治宣伝によって、この名前でしか参加を余儀なくされているんです。この状況をなんとか打ち破り、台湾の人たちを台湾の名前で迎えたい、その思いで、私どもはこの運動を展開しております。どうか署名には1分もかかりません。ぜひ皆さんのご協力をお願いいたします。よろしくお願いします。